今回の課題はコント。え、カムロさんとひなくらさん、ヨミネさんと宮地さんでコンビを組んでオリジナルのコントを作ってきて。なんでコントなんですか？理由は明白よ。まず目的がシンプル、笑いを取ればいいの。苦手だな。でも難易度は高い。創意工夫が必要よ。演者自ら立ち上げて成果を得る。表現者にとって必要なスキルになるわ。あや、ボケね。え？大丈夫、私が見事に突っ込むから。本当に？うん、じゃあそういうことで夜までにネタ書いといて。ちょっと待って、私書くの？ごめん、私バイト入っててマネージャーとかに助けてもらってよ。じゃあ頑張って。ひどい。できたらシュールでおしゃれで斬新なやつがいい。それでいて日常に即した分かりやすいシンプルな、例えば病院とか医者とその助手とかどうですか？それでは手術を始める。今回の手術は非常に難しい。心してかかってくれ。では始めよう。キス。いや違います、そこメスでしょって、メスでしょって。初めてなんで優しくしてね。ダメだ、こんなんじゃ笑いは取れない。ちょっと部屋に戻って集中して帰ってきます。ありがとうございました。まほろとみはるでした。ありがとうございました。素晴らしい。まほろとみはる、面白かった。とても面白かったわ。はい、次カムロひなくら組。はーい。やばい、心臓飛び出そうだ。コンビ名はあやりこね。いいじゃない。できるだけのことはした。あや、頑張ろうね。うん、あとは稽古通りやるだけだ。じゃあ始めるわよ。あれ、まずい、最初のセリフが出てこない。どうしよう。それではあやりこのお二人です、どうぞ。もういい、出たとこ勝負だ、どうとでもなれ。ありがとうございました。おお、なるほど、驚いた。よくやったわね。え、私今すごいすごい、笑い超えて感心しちゃった。どっちがネタ書いたの？一応あやですけど。
すごいじゃないカムロさん。私、頭の中真っ白で。妙なキャラクターを作らずに正真正銘のあなたがいた。一皮むけたんじゃない？え？カムロさんと笑いって対極にあるものと思ってたから、もっと演じるときに不自由さを感じると思ってたけど、私の思惑は外れたわ。あなたは自由だった。そうですか。ボケ役が一言も喋らないなんて斬新。恐れ入ったわ。え？あーやーん、リコ、私、あなためちゃめちゃ面白かった。え？わざと私を焦らせたでしょ。でもおかげで笑いが取れた。ありがとう。どういたしまして。でも今度やるときは台本通りやってよね。もちろん。私、固まってただけなのにこんなに褒められるなんて切ないよ。